プロボクシングのスーパーバンタム級の元 WBA&IDF 世界王者で現在 WBA1 位のムロジョン・アフマダリエフ、29、ウズベキスタンが同級の4団体統一王者である井上直也、31、大橋を、なぜ戦わないのか、負けるのを恐れていると挑発した。A 専門サイト、ボクシングニュースの取材に答えたもの。 井上は12月の次期防衛戦で WBO&IBF 同級1位のサムグッドマン、25、号州と対戦予定で、アフマダリエフを、その次、に回したことが気に入らないようだ。画像、史上最強のセクシークイーンら4人の、美ボディ、ラウンドガールが世界戦に登場。ちょっと待った。12月に都内で予定されている井上の次期対戦候補は、 グッドマンが最有力となっていて、すでにグッドマン陣営が井上陣営との交渉が進んでいることを明かしているが、そこに、横やり、を入れたのが WBA の指名挑戦者のアフマダリエフだ。英専門サイト、ボクシングニュースの取材に答え何が起こっているんだ。なぜ井上は私と戦わないんだと、訴えかけた。アフマダリエフは、昨年4月に米国でマーロン・タパレス、31、 フィリピン2対2の僅差判定で敗れ、WBA と IBF の2つのベルトをタパレスに奪われた。そのタパレスと井上が昨年12月に対戦して10回 KO 勝利で史上2人目の2階級4団体制覇を成し遂げた。だが、アフマダリエフの説明によると、WBA からはタパレスにアフマダリエフとの再戦指令が出ていたが例外的に飛ばしたものだったという。 タパレスは私とダイレクトに再戦しなければならなかった。彼ら、WBA は再戦を命じていた。だがタパレスは井上との4団体統一戦を戦うために例外を得た。私は脇に退いた。彼らがビッグマッチを望んだことは理解している。彼らはグッドファイトをしたが、直哉が戦いに勝った。そしてその戦いの勝者は私と戦うことになっていたんだ。 統一戦が優先されるるのはよくあることでアフマダリエフは井上タパレス戦との勝者との対戦に備えていたが勝者の井上が次期挑戦者に指名したのは元 IBF 王者の TJ ドヘニーアイルランドだった井上は9月3日に有明アリーナでドヘニーの腰を破壊して7ラウンドに試合続行不能の TKO に追い込んだアフマダリエフが言うその後 WBA が私を公式の指名挑戦者として発表し、条件に同意する条件を与えたが彼ら、井上陣営、は戦いを辞退し彼らは例外を申請した。なのに次の対戦相手は何なんだ何が起こっているんだなぜ彼は私と戦わないのか ?WBA は6月13日に突然、 9月25日までにアフマダリエフとの指名試合を行うことを井上陣営に指令し、7月14日までに交渉を締結するように命じてきた。井上はスーパー王者で、通常の指名期限に縛られないため、陣営は困惑。ベルトの返上さえ視野に入れていたが、その後の WBA との話し合い